はい、どうも、こんにちは、ゆっこるでございます。今回ですね、正方ネオザラ、周回編成紹介していこうと思います。まず一つ目にね、ゴリッゴリの周回編成紹介するんですけど、まあ、組めない方はね、普通にスキップしてもらって構いません。ちなみにね、今回編成はね、こんな感じになるので、組めない方はね、ぜひ概要欄から他の編成ね、飛べますので、そちらもご覧ください。ということで、まずはね、ゴリゴリの周回編成でやっていこうと思います。まあ、代表等は、まず、バースのショーテル武器に関しては、あれですね、ヘレネ武器でヘレネのカードでね、一応代用できますが、ヘレネのカードで代用する場合、HP80% 以上を強化を直角性でつける、かつ回復キラー3と仙台でつけて、ヘレネのカードをつければなんとかなります。その場合にレベル110でね、代用できます。ただ基本的にショーテルつければね、レベル99でいいんで、まあショーテルつけることをお勧めいたします。で、ウェルドールですね。ウェルドールはシェアと継承です。まあ、回復とね、光生成ですね。まあ、最悪、三色陣とかでも全然いいけどね、組みづらいんで、基本的にシェアとかいいかなって感じです。で、さらに、ね、スキルブースト武器継承ですね。はい。で、クジラ、アサシン継承ですね。8コム組みたいでアサシンです。で、シリアスルーツに、こちらですね。シルビーですね。まあ、ロック解除含む、光含む二色陣ですね。で、代用できます。まあ、という感じで実際にやっていこうと思います。周回速度めちゃくちゃ速いんでね、フレンドは操作負荷耐性武器ですね。周回速度めちゃくちゃ速いんで実際にやっていきましょう。はい、1回走。ゼウスギガ使ってずらします。かなり速いんでね、この編成。はい、2回走。こいつがめちゃくちゃ硬いんですよね。だからこんだけキラー振ってるっていう。はい、ギガ使ってずらします。これで倒せます。落ち込んだしバッチ持ってる場合はね、こんな感じですげえ快適に回れます。はい、で、3回走。ここでね、クジラにチェーン耐性2個以上必ず進んでおく必要があります。はい。で、ずらすだけ。これで OK。突破できます。いいですね。で、4走。まあ、ここがね、アサシンによってめちゃくちゃ楽になりましたね。8コンボ。まあ、7コンボか8コンボ必要な場所なんだけど、サレーネからのアサシンで、落ち込んだしバッチの場合はね、もうこの組み方確定でいいんで、これで OK です。落ち込んだしなんでね、この組み方で8コンボすれば OK。これで倒せると。めちゃくちゃ楽ですね。で、ラスト。まあ、ラストっていうか5回走だね。もう正直これだったら盤面パズルしていい説まであるけど、さすがにね。まあ、一応ね、シルビ使います。はい。で、こんな感じで、6コンボ以上組んでもらえれば突破できます。まあ、ルーツいるんでね、余裕で突破できますね、もちろん。はい、OK。で、ラスト攻撃色1コンボで突破できます。まあ、光目覚めあるんで、基本的にあると思います。はい、これで突破できます。まあ、こんな感じでね、すごい簡単に周回できるんでね。まずよかったらこちら参考にしてみてください。まあ、続いてね、落ち込んだしバッチなしバージョンでやっていこうと思います。はい、続きまして、落ち込んありですね。だから落ち込んだしバッチを持ってない方向けの編成になります。はい、スキルブーストバッチつけてあげてください。で、さっきと同様にね、ゼウスギガですね。そしてショーテル武器と。まあ、なんだろう、代用に関してはね、多分右側に書いてると思います。もうそれをね、そのままそっくり参考にしてください。で、ベルドールですね。シェアと継承と。まあ、シェアトに関してもね、回復と光を含む2色陣は3色陣で OK と。で、さらにですね、スキルブーストバッチつくんで、スキルブースト武器じゃなくて、なんでもいいんでね、とりあえず遅延耐性用として、ね、何かキャラを継承しておいてください。今回マドウェラんでるけどね、なんでも OK です。たまんないキャラなら何でも OK。で、ウェルドールにアサシン継承ですね。これも花火から8コンボするためにアサシン入れてます。で、ラストシェリアツルーツですね、シルビ継承ですね。シルビに関しては、光を含む2色陣で6会場持ちのキャラですね。を入れてあげてください。継承してあげてください。ということで、実際にやっていきましょう。はい、やっていきます。まあ、落ち込まれてもね、何の問題もないんでやっていきましょう。まずは1回走、ギガ使います。はい、まあ、たまんないんでね、ギガ使って、花火打ちます。まあ、この落ち込みに関してはもうね、落ち込んだしバッチなしなんで仕方ないですね。はい、2回走。で、ここもギガ使います。まあ、親指姫が来てもね、ゼウスギガの火力で抜けると。はい、これで突破していきます。特に今回ランキングダンジョンの影響でね、操作負荷耐性武器を継承したゼウスギガ出してる方多いと思うんでね、ぜひそういう方を使ってあげてください。で、3階層シェアと使います。はい、これで OK。突破できます。そして4階層。サレーネからのアサシンですね。まあ、ティターニアが来ても問題ないと。ただ、ここ、組み方だけ注意してください。落ち込みありなんでね、格好付けた組み方っていうか、8コンボ楽に組める方法をね、使うとね、事故る可能性があるんで、ここはしっかりとね、こんな感じで8コンボ確定で組んであげてください。これはね、もう問題ないんで。絶対落ち込み来ると思った、今。はい、これで突破していきます。はい、OK ですね。そして5回走。シルビ使ってあげます。はい。
チリビ使って、6コンボですね。闇狩りの場合は5コンボでも OK だけど、一応6コンボって覚えとけばね、安心なんで。はい、これで突破していきます。はい、OK ですね。そしてラスト、まあ攻撃色1コンボなんでね、あると思うんで、突破してください。これで OK です。という感じのね、編成になっております。はい、ということで、まあ参考になったら幸いです。続いて、サレネ進化前バージョンやっていこうと思います。はい、ということで3つ目、サレネ進化前編成ですね。ちょっと同じようなことを3回目なんで少し恥ずかしいんですけど、ちゃんと解説します。はい、ゼウスギガですね。ゼウスギガに、ショーテル武器継承で回復キラー3突です。で、回復キラー武器がない場合はね、ヘレネ武器をつけてあげて、直角性で HP80% 以上強化をつけて、レベル110にしてください。で、ウェルドールですね。ウェルドールはシェアと継承です。シェアとがない場合はね、回復と光を含むジンをつけてあげてください。そしてサレネですね。進化前の場合ね、必ずスキルブースト武器が必要です。まあ、応援武器とかね、なんでもいいんで、スキルブースト武器をつけてあげてください。それで OK です。で、そしてウェルドールですね。ウェルドールにはアサシン継承です。そして、シリアスルーツには、シルビ継承ですね。で、シルビに関しては、光を含む2色陣で6解除持つのキャラを継承してあげてください。という感じのね、編成になっております。実際にやっていきましょう。はい、ということでやっていこうと思います。スキルブーストバッジですね。はい、まずは1階層ギガ使います。ギガ使ってずらすだけと。まずこれがいいっすよね。ギガ使ってずらすだけっていうのが楽でいいですね。はい、突破していきます。そして2階層。ギガ使ってずらすだけですね。はい、フレンドでね、操作負荷耐性武器積んでるんで、問題なくずらすだけで突破できます。はい、OK。はい、そして4階層。はい、まあね、追い打ちが必要なんで、シェアと使います。まあ、サクヤの場合はね、遅延耐性入れないんだけど、シェロスパーダかな出てきた場合は、遅延耐性必要なんでね、注意してください。クジラに2個積んでればね、問題ありません。で、4階層。はい、サレネ使って、アサシン使います。で、まあ、ここはしっかりとね、こんな感じでコンボしてあげてください。これで OK です。はい、8コンボ。ヒコも10コンボ。これで突破できます。はい、OK ですね。そして5階層。はい、まあ長いですけど、シルビ使います。シルビ使って、6コンボしてもらえれば OK ですね。まあこれ8コンボなんで余裕で突破できます。こんな感じでコンボしてもらえれば OK ですね。はい、で、ボスですね。まあボスは攻撃色1コンボ。まあシアと使ってるんでね、なんだかんだ光あると思います。これで突破できます。光水どっちでも OK です。という感じのね、周回編成になっております。よかったら参考にしてみてください。はい、そしてラストですね。編成難易度低めの、ゼウスギガの周回編成ですね。紹介していこうと思います。まあ、少し低めだね。ゼウスギガに HP80% 以上強化つけて、HP80% 以上強化武器つけて、回復キラー3突ですね。これで OK です。で、ウェルドルですね。遅延耐性3つ以上振ってあげて、光ソニアとかね、光と回復を生成できるキャラをね、継承してあげてください。まあ、理想はね、花嫁シアットですね。今回は光ソニアつけてます。で、ヨグゾトースは、何か適当にね、遅延耐性つけておいてください。もしくはね、潜在覚醒で遅延耐性2個つけてもらえれば問題ありませんがね、もったいないんで、なんかね、たまらないスキル継承しておいてあげてください。で、ウェルドールですね。ここまあ安定させたい方は、コンボ加算スキル、それこそマディとかね、継承しておいてあげてください。安定させたい方はね。まあヨグゾトース使った後に、8コンボ俺は組めるぞっていう方はね、別にアシスト何もいりません。怖い方はね、一応2コンボ加算スキルとか継承しておいてあげてください。で、プラリですね。この編成の場合のみね、追い打ちが別にね、ヨグソトースで補っているんで、プラリネの代用が効きます。基本的にはね、ルーツしかダメなんですけど、この編成のみプラリネで OK です。で、プラリネにね、シルビーですね。まあ、光含む2色陣で活力解除を持っているスキルをね、継承してあげてください。フレンドですね。ゼウスギガに、操作負荷耐性武器ですね。まあ今ランキングダンジョンの被ってるんでなんだかんでいると思います。こんな感じの人ですね。ゼウス義眼に操作負荷耐性武器つけてるのを選んであげてください。ということで実際にやっていこうと思います。やっていきましょう。入ってきます。スキルブーストバッチですね。はい、1階層ギガ使います。ギガ使って花火崩します。落ち込むくんな。おー、いいですね。ランキングダンジョンならいいですね。別にこれランキングダンジョンじゃないんで、そこまで問題ないんですけど。はい、2層。ゼウスギガ使います。はい、HP80% 以上強化ゴリゴリに振ってるんで、ね、突破できます。まあ落ち込んきたら余裕で抜けるんだけどね。はい、突破ですね。そして3階層。
まあね、花嫁シェアとか理想なんですが、いないんで光ソニア使って、これで OK です。追い打ちと光消してあげれば問題ありませんが、8コンボ。ランキング男女なら怒ってましたね。ただ全然ね、これソロ周回なんで問題はありません。4回走。まあ、ここですね。ここで確定で8コンボね、組む必要があるんで、ヨグでね、落ち子狙ってもいいけど、できればね、この空いてるクジラの枠に何か遅延耐性継承しておいてあげてください。今回8コンボ組めますね。はい、突破していきます。ただまあなんだかんだ落ち子来るからね、こんな感じで。まあ、なくてもワンチャンいけるかなぐらいですね。そして5回走。はい、このヤメメトドロンがいるから6解除プラス光含み2食事なんですよね。シルビ使います。まあ、唯一けどでもいいんだけどね。で、6コンボしてください。これで OK です。6コンボ組んでください。でもこれね、余裕で突破できます。プラリン超覚醒でね、神キラーも振ってるんで、余裕で突破できるという感じになっております。で、ラストですね。光1コンボで OK です。という感じでね、まあ、編成難易度低めながら、かなり簡単にね、周回できるんで、よかったら参考にしてみてください。はい、ということで、いかがだったでしょうか？まあ、そうですね。比較的楽に周回できるんでね、よかったら参考にしてみてください。はい、どうもこんにちは、これです。今回ですね、ランキングダンジョン、西方の夜空やっていこうと思います。近いとギガ使って 0.03 秒ずらしします。ここで下っちゃうとね、150点ぐらいのね、損失になっちゃうんで注意してください。2回走、ギガ使います。はい。ギガ使って 0.03 秒ずらししてください。ここで下っちゃうとね、20点ぐらいの限定になるんで注意してください。そして3回走ですね、ここ繋がらないように注意しながら、シャツ使って、2コンボしてください。はい、 OK ですね。これでこれで突破できます。追い打ちがね、繋がってないかどうかだけ本当に気をつけてください。突破していきます。そして4回走。はい、まあ、まあまあこっちは当たりかな。サレン使って、爪返し使って、一緒にずらす。はい、これで8コンボしてください。突破できます。まあ、落ち込んだしばっちつけてる場合のみですね。やはり落ち込んだしばっちがないと、ここでね、まあ、1000点ぐらいの限定になっちゃうかなっていう感じです。はい、で、5回走。シルビ使います。さあ、ここ頑張りましょう。シルビ使って。いや、ちょっと遅いな。ちょっと下っちゃった。まあ、6個まで突破していきます。ちょっともったいないですね、今の。で、ラスト攻撃枚数の関係でね、水で突破していきます。はい、こんな感じでね。まあ、スコア見ていきましょう。はい、まあ、プラス99ということでね。ということで、少しでも参考になったら、チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。